はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は明鏡高校投手で、北の怪物マー君、おおっとモテモテ持ってんじゃん、マー君を使っていきたいと思います。でガチャの時にも一度確認はしたんですけれども、テーブルから見ていきましょう。タックは 80% で、試合経験点ボーナス 10% ついて、35固有ですね、筋力ボーナスと技術ボーナスで、得意練習率アップ 20% になって、45になりますと練習効果アップ 10% が、つくという形になってます。なのでタックでの経験点はかなり、稼げると思います。まあ、80だし、筋力ボーナスと技術ボーナスもついて、得意練習率もアップもついて、であと試合経験点ボーナスもあるんでね、テーブル自体は、悪くないと思います。でコツの方がね、ただちょっと多いので、まあ、ここは、いろんなキャラと被せて回収率を上げていくという感じになりますかね。で金徳の方は怪物9位か、ミスターゼロになりまして、まあ、どちらも、確定にはなってますというところです。で他はやっぱ、まあ、今はねちょっと角田ちゃんを入れて、まあ、これはお借りしてます。角ちゃん SR プラグをお借りして、やっぱりね、コンコツの持ってる虹谷を入れて、でさらに明鏡高校といえばマグロくんで、あと変化球枠として二刀流ルナちゃんを入れてるのは、これ色がね水色なんですよ。変化球キャラなんですけれども水色になってますので、二刀流ルナちゃんを入れてます。まあ、なのでね、二股にもならないので、まあ、結構いいんじゃないかなと思ってます。で、技術を稼げるまともを入れて、まあ、一応まとものど根性とルナちゃんの根性も相性がいいかなというところで編成を組んでますと、まあ、そんな感じです。じゃあ練習の方は、まあ、最初はどうしようかね、まあ、ちょっとでも評価上げときますか。黒金北斗明鏡か、まあ、最初のねこの3曲もね結構重要なんだよね。角ちゃんの評価を優先的に上げてはいきたいんだけど、あー根性があるね、尻上がりもあるね、これ両方ともな掴んでおきたいんだよな。無難に明鏡からいくか。ここあいいね、ここはすげえ悪くない、すげえ悪くないっていうかむしろいい。マー君コツが多すぎてちょっとわかんねえまあ練習か。よし、角ちゃん何回練習しなきゃダメ、3回くらいだよね。 PSR だったら、まあ、評価がさらに5高いってどうなんだろうね。あでも俺持って持ってか、持って持ってだからもう終わったわさすがだな、モテモテ。じゃあちょっともうここでいこう、曲を揃えつつ評価を上げる。初期モテモテってすごいね、今考えたら。ちょっと虹谷のモテモテはもういらないわ。まああれはね体力も減るしね、まあ、体力量にもよるんだけど、そう、あと虹谷ね本当にコンコツはガチで欲しい。マー君、まあ音符も揃えられるので狙っていきますか。こいつなんだ、経験点しかくんないな。これだけコツがあって経験点しかくんないってなるとかなり厳しいね。40%、うお虹谷それは無理よ、それは本当に無理。寝るで、ここは笑いに変えて打球反応を取る。これルナちゃん潰しておきたいからね、打球反応は。ここはマー君か、でもマー君結構コツが来てんね。その代わりそうだね、まあせっかくだからやりますか。コツ、打球反応っていくつで潰せるんだ、で本当になんだこいつは。コツくんないくんか、告白早っ。ちょっとコントロールとか全く上げてないんですけど、まあいいや、別にコントロール狙いで彼女にしたわけじゃないんで。おいいねいいね、マグロがいるから結構精神もらえるね。残り2ターンか、これはちょっといけそうだな。確実にいこう、メンタルを練習して次で確実に揃える。マークの魔球
これなんか知んないけどさ、よくわかんないんだけど、そのまま経験点13もらって終わりなんだよね。で、ここはまあ変化球でいいでしょう。回復もできるしね。よし、コンプリート、尻上がり。まあ、尻上がりはね、マークも持ってるっちゃ持ってるんだけどね、ただ数が多すぎるし、今回の編成だとマークしかいないんで、まあ、あと、ツノちゃんは逃げ玉、まあ、本塁打現金を狙うかって言われたら、マグロもね、逃げ玉とか持ってるんですけど、ちょっとコツ次第ですね。ここはね、ちょっとマークもらっとくか。あの、譜面を。てか、結構良かったね、経験点。80くらい稼げたよね。矢部くん、これ。意外に B 賞ポイント。てか、B 賞ポイントそんなに必要ないか、今更だけど。ここはマグロか。だったらちょっと皆さんの評価を上げつつ揃えるか。まだ大して評価上がりきってないね。ここはおんおんおん。いやー、マー君いいね。40、40、30ってかなりでかいぞ。まあ、楽譜が乗っかってるんだけどさ。ただ、ちょっと、やることないんでデートしよう。で、マー君、北摂か。楽譜。これは、あれだな。クリスマス前に使おう。ブン、北摂来た。まあ、どっちでもいいんだけどさ。まあ、これはどうしますかね。諦めるで体力回復するか。もう彼女になってるしね。バント封じで、まあ、守備連だけれども揃えていきましょう。ここはで、ルナちゃんの金徳二刀流。よし、便所。そこ、こいつも便所くれっからね、なんだかんだで。マー君こっちか。ただ何にも楽譜がないんだよな。悩むね。残り4ターンか。2ターン2ターンで揃えていかなきゃいけないんだよね。無難なのは変化球。虹谷。いやー、どうしようかな。こっちでいこう。まともくんもちょっと、こっちくれない、この子。何なんですか。ここはメンタルで2つ揃えて、そう、ちょっと監督評価ね、気にしていかなきゃいけないんだよね。で、ここはもういいや、ムード丸になろう。どうだー、俺の声は届かなかった。スタミナ、よし、マグロ回収しますか。じゃあ、てか変化球見てなかったけどね、練習。まあ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 、さて、ここも体力が減ってしまうので、次はデートをしようかな。一応メンタルだけ見て特にコツとかはないんで。虹谷、こういう時に限ってよくお前出てくるな。で、北摂自体は12月の3週のところで使いたいんですよね。これどうする、買うか。だから一旦はちょっと置いておきたい。マグロかマー君かと言われれば、監督評価もいるからな。だから揃うんだったらちょっとやろう。なんか黒金とかね。緑青紫、緑青紫、緑青紫、ちょうどあるな。ただこれコツ発生率アップか。コツ発生率アップは美味しいよな。かといってここでシラスを投入するわけにもいかないしな。コツ発生率アップはちょっと虹谷がいるからな。いや、ここちょっと特に何にもないメンタルでやっ、いや待って、練習効果アップ少しでも上げとく。やろう、1、2、3、4つ。そうだね、マグロこっちにしよう。
ありゃりゃ、なんだこいつら、コツをくれないぞ。で体力が減ってしまうか、まあしょうがないよね。でここでちょっともう一回演奏変えます。ここは北節で根性だな、これは。よし全部発動した。でちょっと無理だこれはさすがに無理だわ。いえちょやりてえけど無理だよ。こっちでマー君からコツをもらうか。伸びいいね。でクリスマス、これはイベント経験点が効いてるんで体力回復を狙って下でいきましょう。おーいいねいいね、すっげえくれるわ。さて虹谷だったらちょっとこれはね掴んでおきたいよね。なんもないよねまだ。脱散切れ両方ない。まずはちょっとコツをもらうこと、これはマスト。全然くれねえ。なんだ今回みんなコツくんねえな。マー君のハート、なんかよくわかんないよくわかんないイベント。さて野球がうまくなりたい。おおいいねいいねいいね、でかいでかいでかい。どうだ、おいいねいいねいいね、完全大吉だ。いやすげえいいわマグロかー。じゃあ揃えていきますか。スカウトさんかルナちゃんか、スタミナ直上げしていくか。っていうかさ、ちょっとそろそろ経験ってさばいていかないとまずいな。じゃあコトル D にしよう、せめて。で球速もちょっとこれで技術をさばきつつ148まで上げる。で変化球を覚えれば技術はさばける。いやむしろ大丈夫、足りなくならないよね。14とか上がりすぎでしょ。でここはもう体力あるからいいよね。一番目にしよう、体力上限を上げます。あれこれあれ俺さっき間違えたっけ。いや間違えてねえよ。あれなんだ、緩急くれ、なんで、ちょっと待って。そうだよね、あこれあれか、なんかさお知らせでさ、俺ずっと角田のイベントがなんとかなんとかって書いてあったじゃないですか。これのことか、今ここに来て初めて知ったんだけどそういうことだよね。えじゃあこれさ下選んでた方が得じゃん、今まであの修正が来るまでは。体力めっちゃ回復するよ。だって無理はさせない、まあいいや。ただねイベントが切れないっていう、そのイベント切ろうっていう時やっぱあるじゃないですか。そうなるとね確かに、下の選択肢を選ぶ意味があんまなくなっちゃうんで、これいいな。ダブルタック、なるほどね、そういう不具合だったのか。いやずーっと分かんなかったんですよ。でまともくんは進めていきましょう。で北節のね楽譜結構いいと思うんですよ。話は全然変わるけどあのマー君の、まあ、ただそれはイベント経験点アップがあの発動しての話なんだけどね、それなりにアップしないんだよね。アップしないっていうか発動しないんだよね。黄色と紫か、緑はねちょっと不足してるっちゃ不足してるんだけど。で天空中をゲットですと。あーどうしようかな、下にしよう。ちょっと体力は今減らしたくない、まあ、もしかしたら明鏡も何かしらで使い道があるかもしれないんで、ブレインとパワフル13、これは3がいけるかどうかっていうとこだね。いけないね。じゃあちょっともったいないけどデート進めちゃおう。ここら辺のイベント経験点が効いてるうちにデートの経験点を上げましょう。本当はね4回目5回目が一番高いんで、マー君のハートタイピン掴んだ、やった。でバレンタインの経験点も上がってますと。さて虹谷ではない、まあ、ただマグロ君もな、あダブルタックか、それはいいね、やろう。
ちょっと待ってくれ、お前らって気持ちいい。でこれなんかマー君イベント多いよね、謎イベントが多い。もうどれが通常イベントだかよく分かんない。でこれだとなんかムードのコツが手に入るんだっけ。で精神で、これが選択肢が分かれて、なんだっけ、幼少根性を縛りは確かにね珍しいんだけど、今回縛りは特にいらないんで、ちょっと根性だな。 OK で、ここもどうしようかな、これを上げよう。しかも経験ってアップしてるし、そうだから最後ね変えなかったんですよ、わざと。揃わないんだけどイベント経験ってアップが効いてるんで、まあ、そのまま残しておきましたということですね。じゃあどうしようか、コツ的には根性ミスターズルあたりを狙いに行ってもいいんだけど、精神も稼いでおきたいんだよな。なるほどね、ちょっと緑さん、しらすって緑緑青青、緑緑青青は無理か。天空中央はこれ紫だらけだからな、ちょっと無理だな。ってことはミスターゼロ、緑さんか、緑さん青青か、青青がとにかくないんだな。緑さん、ちょっと待って、分かんなくなってきた。かといってまた北節やるかって言われたら、ちょっとそろそろこっちら辺に手を出していかないと経験点的に足りなくなるんで、しらすでいくかな。まあ、ちょっと減ってるっちゃ減ってるしな。しらすでいこう。で、ここはもうこれ。練習。マジで練習ばっかだな。二刀流。よし、OK。敏捷ポイントもゲット。ゲッ！よりによって。メンタルに来てないか。マー君の技術ボーナスが乗ってるから、ちょっとコントロールにする？そうだね。スタミナはな、タックが来てればやったんだけど。うわ。あれ、ここも敏捷手に入ったっけ？ゲッ！すげえ体力持ってかれた。あー、コツがあるな、ルナちゃんか。待って、敏捷ポイントはもうすげえあるから。さすがに打球反応は掴んでおこう。で、変化球ポイントが足りてないよな。マジで。いや、ただ、回復量もえげつねえな。で、根性はもう掴んじゃおう。これは、ストレートでいいや。で、ここは、持続する気力。これで復活つかみましたと。いや、なんもねえ。なんもねえしな。余ってるしな。ちょっとじゃあ C まで上げるか。ただ今のうちにちょっとメンタルはやっておこう。いや、揃わない。マジで揃わない。ここ。あー、虹谷、頼む。コツをくれ。マジでコツくれ。いや、なぜなぜだお前ら。かなでちゃん、ちょっとこれは体力回復に走る。ここは揃うけど、虹谷、あー、誰か分かんないな。どっちか分かんないけど、やっとこう。コツくれ虹谷、ルナー、根性少し潰しとくべきだった。ここまともか、どうしようかな。ちょっとこれ、いや、こっちもいいな。まあ、コツがあるしね。どうする？どうせだったら、ポーカーフェイス潰しとくか。大した経験点じゃないし、今、どうし、掴んだ？ちょっと待って。キャンセルしちゃったっぽくね。あ、大丈夫か。じゃ、まともちゃーん、いきます。いや、技術もいいね。本当に。激闘第一。あれ、激闘第一ってどういう楽譜だったっけ？ここら辺でちょいちょい削ってくんな。残り1ターン。メンタル。まあ、稼げたかな。まあまあまあ、稼げたとしましょう。っていうか、本当にさ、技術精神が、ちょっともったいないんだけど、虹谷が、なぜあんなにコツをくれない。
どう？ダメ。そもそも奪三掴んでないよね。で変化球に来てるね。どうしよっかな。じゃあちょっと天空中央で変化球ポイントをね稼いでおきたいんですよね。根性か。あ、じゃあどうしようかな。コツ発生率アップか。ちょっとこっちにしよう。やっぱりコツ経験ってアップしかねえわ。発動しないとちょっと悲しいよね。まあ、ちょっと楽譜優先できます。ここ、うわー、やりてー。17かー。3個揃えるか。ちょっと安定を取りましょう。安定を。太平楽と明鏡、これは二次隊だったらやる。これはやるっしょ。やるしかない。かえ、サンパー怪我しやがった。まあそういうこともありますと。あれ、監督評価今どうなってる。リリーフちょっとじゃあ出るか。しょうがない。カーブと、2球締めとしてスライダーで、いや安いから。ちょっと待って、じゃあスタミナを D にしよう、せめて。コントロールちょっともう上げたくないよ。まあ、根骨なしでもさ、持ってきそう、持ってきそうだけどさ、もったいないよね。ノーアウト1・3塁ってなんやねん。よし、よくやった。おお、ゲッツ取れなかったか。これって俺自責点ある？打たれたから交代されたんじゃないの？自責点1だ。微妙だ。上がりが微妙だ。でスタミナ、そうだね、稼いどくか、スタミナを。てか虹谷のコツをさ発生させるためにちょっとこの楽譜を選んだのに、来なかったら意味がないぞ。どうしようかな。ふなちゃんか。ちょ、監督評価やばくね。やろう、ここで。次が、待ってね、これ。よし、OK。とりあえず通過した。ちょっとどっちも断ってみよう。あ、精神すげえもらえんじゃん。うわ、無理か。無理だ。おとなしくデートをする。これが4回目か。つのちゃんは4回目と5回目のデートは結構いいんだよね。どう？オッケー。これはかなり掴んだな。残り2ターン。これだね。ラスト1ターンの奇跡が。あ、そう、これがね、金徳。で、金徳自体は2回なんですよね。終わらない夏をすると、次が経験点いっぱいもらえるんだけど、コツとか何ももらえない。奇跡のバックホームは、怪物9位。で、ノーヒットノーランがミスターゼロなんで、これ。いや無理だ、奇跡のワンターンキルはなかったわ。いや無理だよね。いや、これ惜しかったね。なんか誰かもう一人いてくれればさ、奇跡のワンターンキルになったんだけど。ちょっと待って、そんなことより、ちょっと本当にこれ。じゃあ最後お出かけして、デートして、体力を回復して次の楽譜に行きましょう。で、これはもう下でいいよね。うん、いいね。なんかうまくいったっぽいな。よし。さて、ではではでは、そろそろミスターゼロを狙っていきますか。
はい。で、ワンターンがあるな。え、ここすごいね。いや、いいな。かなり経験点はでかいけどね。まあ、ちょっと楽譜優先できます。全然減らねえ。体力全然減らないのいいよな。西谷はいるー。いや、でももう A まで来ちゃってるからな。とはいえ、まあ、いや、やろう。いや、そもそもドクター K ももらってないから、まあまあまあいいでしょう。あ、これはいい、おいしい。ちょっといろいろ経験って大丈夫？まず金徳確認しよう。まずバント封じ取る。で、復活は取っちゃっていいわ。勇猛果敢もまあないはないんだよね。骸骨が。で、ドクター K 取ろう。これでだいぶ。で、ど根性も取る。尻上がりも取っちゃっていいよね。怪物級は重い球がまだあるから、ちょっと待って、尻上がりやっぱ重いわ。尻上がりが重いな。もう一段階置いとこう。うん、そう、これ、これ、これ。これで、これ。重い球、オッケー、オッケー、オッケー。ナイスマグロ。ゲッ、リリーフだ。いや、これがあるんだよね。帝京高校。一応ちょっと取るか。はい、怪物キウイ。監督評価が足りなかったか。気にしてなかったな。一応1点入れて、ありがとう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 、本当にありがとう。リリーフ見ろ。15、お前を仕留める。ゲッ進まれてしまった。いや、ここで仕留めればなんてことはない。チャンス丸持ってんのかよ。なんて読むのか分かんないけど、漢字が。よし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 、本当にリリーフだな。速攻で変えられたっぽい。待って、それなりの経験って。では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 、まあ普通にこれだね。で、最後ちょっと天空中央を奏でておかないと、変化球ポイントがね足りない。これはいや、もうこっちだな。次に備えないといけないんで、メンタルで回復しつつ揃えよう。でも虹谷のコンコツはいいや。もうここまで来ればいいや。あげちゃおう。じゃあ S にして取得で、スタミナはじゃあ C にしとこう。で、球速152にしとこう。変化球覚えられる？覚えられるってか、足んねえ、1足んねえわ。変化球ポイント不足だね。お待たせいたしました。よし、1点入れてる。うわ、多いね、いいね、多いね、いいね。何の出番もなかったけど、試合だけは即終わったな。まあいいでしょう、こんだけ経験点もらえれば。正直何よりも早い。で、3ターンで決めなきゃいけないから、ここどうする。3つか。ただ2つで回復で残り2ターンにかけるっていうのもありだけど、いや、揃えられるときにやっとくか。もう1回練習できるからね。で、ここでメンタルを挟んで、あ、いいね、いいね、メンタルを挟んで、あ、そうだな、メンタルを挟んで、これで赤潰したから、あ、これはいけんな、取れる、取れる、取れる。ただ、絶対条件としては、ここに勝たなきゃダメ。ということは、ピンチャンでいこう。で、変化球、ちょっと変化球がマジでねえな。いいや、虹谷とか。いや、重てえ、これ重てえわ。ちょっとやっぱり待たせて。ごめん、待たせて。少しでも減らしておきたい。お待たせいたしました。いや、コツの回数的には悪くなかったんだけどさ、コツをくれなすぎたよね。走られてんな。投げた、アウトロー。
キャッチャーがしょぼいとさ、一塁に出られると走られるんだよね。カーブ決まってストライク、まずは決めてきました。打った、これよし、捉えた。サードグラウンドボールを掴みました。こいつは強いかんな、みんないいやつか持ってるかんね。なんなのっていうくらい。第3球は3球目空振り、タイミング合いません。投げました、よし、 OK。 低めいっぱい、見逃し三振。負けるわけにはいかん。西尾いけんな、こいつなかなかいいパワーをしている。しかもムード丸だから調子が悪いとはいえ、押された。こいつはなんか平凡だな。このチャンスをものにできなかった。いや、ここでものにしよう。 OK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 、 こっからよ、こっから。345は多分すげえいい打線になってるけど、俺が決める。岡野くん、何者だお前は。これは大丈夫でしょ。いや、いいね。いや、そして復活もいいね。スタミナすげえ余るわ。 C で点を取られてないっていうのも一つあるんだけどね。打ちました、シードライト取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。アベレージヒッターと流し打ちか、こいつ。直球決まってストライク、いきなり151キロ投げた、ま、たよし。これで追い込みました。風下8メートルってだいぶ強い風が吹いてる。第4球を見ろ、このコントロール。打ちました、切れていきます、ファール。投げました、打った、レフト前進、取りました。中今ちょっと体勢崩さなかった。まだ周遊投げてんだ、9回まで。投げ合いだな、まあ、こっち4点取ってるけどね。 OK、 あ、俺ポーカーフェイスだ、そういえば。あ、投手があるんだったらちょっと投手取りたいよな。さあ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 、ここはもうスタミナ、あー、西谷、ちょっと西谷お願いします、コツをお願いします。本当に君はコンコツ、よし、もうここで上げちゃおう。で、ここはこれでいいや。とりあえず譜面コンプリートしたから満足で、ミスゼロを取りましょう。ほい、勇猛か関門じゃ取っちゃうか。変化球が全然伸びなかったな。その代わり一応ここは置いておく。超尻上がり関係は来るかもしれないからね。で、コントロール、いや、ちょっと待って、まだ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 来るかもしれない。望みは捨てない、まあ、少しでも軽減できるんだったら軽減したい。お待たせいたしました。うわ、俺のミスゼロが名教同点のチャンスです。点取られてしまった。一塁二塁という場面で指導。第一打席はライトフライに倒れています。投げました。打った、痛烈な当たり。取りました。指導さん、あれかなっけ。待って。ノーアウト。これいけるぞ。ノーアウトランナー二塁という場面で。ちゃんと。スタンドからはなんとか長打を。しまった、危ね。かける声援が響いています。さあ次の投球。ちゃんと長打を打つ。ゲー、危ない危ない危ない。友沢は狙っていく。友沢はマジで。危ない、いけ。指導さんは狙っていく。ちゃんと見よう。いや、指導さんでも二塁まで行けるはず。よし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 。てか大声どこ行ったの。大声ってどこ、ポジション。あいつ出てねえの。スプリットはそれ、うわ、いや、意地を見せるよ。これはね、ボール。第4球を投げた、外れた、ボール。完全にへばったな。第5球投げた、負けた。いや、ちょっとチャンスをものにできなかった。これは俺が悪いな。3位か。もうこれはちょっと特能的には先発にならざるを得ないんで。
手応えもらって、ルナちゃん先制ストライクもらって、あ、エピローグあるんだね、そういえば忘れとった。経験点的にはだいたい8000、そうだね、迷宮8000前後だよね。で、ちょっと待って、まずこれ62、やっぱだいぶ減ってんな。102にしとこう。ででででよ、ちょっと待って、スライダー、あと金徳取んなきゃいけないのは、あ、調子上がりか。あー、これでだいぶ精神持ってかれたな。ということは、ということはよ、ちょっと待って、先制ストライク、ここにせっかく取ったから回収しておこう。コツがあるのは回収しておきたいね。で、カチューフもちょっと欲しいから、緩急も取れたら取ろう。あ、伸びか、あ、タイピンか、あ、ツーシームちょっと取るか。そこから球速を上げられるとこまで上げて、ピンショーとかなんでこんないっぱいあんのピンショーありすぎでしょ。クイックとかも取れねえかんな。ただ技術が足りない、てかもう何にも取れねえわ。じゃあ弾道を上げて、ピンショーを上げて、いいいや、特に理由はないけど。29、じゃあちょいちょいちょいと上げて、はい、という感じですね。もう少しちょっと特能と変化球、そうだね、77目指すとなるとなかなか厳しいね。でもまあコントロールが S1 で100にあるんで、まあ S7 か。だ、これでそうだね、もうちょっとだね、もう一息、なんかもう一息工夫ができれば、かなり強い選手ができると思います。まあ、マー君自体はね、そう、イベント数が多くて、まあ、多いんだけど、一つ一つの経験点はそんなでもないんで、まあ、そこが何とも言えないところですけれども、テーブルがね、悪くないんで、まあ、タックでは結構経験点は稼ぎ出せる、キャラだと思います。まあ、あと、怪物9位とね、ミスゼロが、まあ、どちらも確定で選択になっているので、いろいろ選択肢というのは、広がると思います。まあ、そんなわけで、今回はマー君を使ってみましたということで、終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。